動画になりました。いいね。偽物の草だよ。偽物の草だった？本当？あ、本当だ。そりゃそうだよね。緊張するね。緊張する。うん。うん。はーい。来た。出たいの。こちらがスズメ、スズメちゃん。こちらがウズラです。スズメちゃんとウズラちゃんだって。スズメちゃんとウズラちゃん覚えた。可愛い尻尾。ただご視聴の方は抱っこができますので、はい、抱っこのやり方を。はい。どっちがいいかな。スズメ泣いちゃったから、ウズラこれ、そしたらお腹を持っていただいて、嫌がっとる。お腹を持っていただいて、はい、結構重そう。そうですね、結構あまり好きじゃないんですかね、抱っこは。結構気まぐれは。ああ、そうなんだ。嫌かな、抱っこ。嫌だったら変えちゃうけど、ちょっと。この子たち、鳥組さんで、あともう一匹、タカっていう別班の子がいるんですけど、はい、ちょっとね、もし。抱っこがちょっと難しそうであればタカを連れてこようかな。かわいい。尻尾が喜んでる。お姉さん好きなんだね。よし、じゃあスズメやってみます。あー、やだ。マグロ、マグロになってる、マグロに。嫌なの？嫌なの？嫌なのか？嫌だね。スズメ。嫌なの？ちょっとスズメ変えますね。はい。嫌なの？嫌なの？あんた、行きなさい。すいません、ちょっとパンダ持ってきますね。残されたって。うずら。うずら。うずらっていうの。あなたうずらっていうのね。泣き方。お姉さんが行っちゃったから寂しくなっちゃった。心配になっちゃった。こちら方さん。あなたは誰？タカですね。でタカは出っ歯なんですけど、ウズラも1個だけちょっと前に出てますね。へー、歯並びあるんですね、やっぱり。そうなんですよ。そう、タカは本当に出っ歯なんですね。タカちゃん、タカ、タカちょっと黒い。そうですね。かかんちゃん。あ、本当だ。あ、受け口っていうか、はいはいはい、そんな感じですよね。下が出てるんだ。そうです。面白い。かわいい。かわいいね。こんな感じですね。で、こういう風に抱っこしていただければ。はい。で、豚さん、足が浮くのがちょっと苦手なので、まあ、こういう持ち方はやめようね。ああ、はい。わかりました。で、
両手でしっかりって感じですか。そうですね、喧嘩した時に結構もうこうやって持つんですよ。嫌がるからもう喧嘩すごくするので、はい、この子たちなのでそういう時にこうやって持つんですけど、はい、それ以外は大体足を浮かせずにこうやって持っていただければと思います。はい、あと座り方なんですけど、はい、こうやってあぐらをかくか、こうやって足伸ばしていただくか、はい、そしたら結構乗ってきてくれるので、よし、じゃあ待とうですね。この子たちは多分アグラ描いてくれた方が乗ってくるかなって。だってアグラの方がいいって。スリッパあれかな。スリッパ脱いじゃって大丈夫ですよ。今回ご利用何時間とか。30分。はい。やりました。なんか浜横浜レプタイルズショーに来てて、その時にいらっしゃってたんじゃないですか。イベント出展されてたんで、そこでお兄さんがよかったら来てくださいって言ってて、全然まさか豚カフェがあると思わなかったのでずっと買いたいって言ってて、ちょっと難しいよねっつって。でも最近結構豚さん飼われてる方多くなってきたので、大きさもあれですもんね。大きさは結構、さっき結構大きい子がいましたよね。そうなんですよ、あの子でも結構同じ種類なんですけど、はい、あの子で2歳ぐらいなんですよ、はい、大きい子で2歳ぐらいで、この子たちはまだ8ヶ月とか。そっか、全然まだちっちゃい方ってことですもんね。そうですね、まだちっちゃい方なんで。何？なんで？じゃあ、行ってきな。おいでよ、ここにおいで。ありがとうございます。行ってお過ごしください。バイバイ、タカ。タカ出ないですね。そんな寂しそうにしないでよね。じゃあ寂しいじゃん。尻尾が、尻尾クイ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 、来ないね。来たの、来た、来た、違う違う、向こう行ってあんた。え、じゃあこっち、こっち来る、うん、うん、スリッパ食べないで。くん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 、おいでってトントンってしてごらん、膝トントンって。膝ほら伸ばしてよ、うん、どうぞ、スリッパが気になる。あれ、スリッパなくなった。そんなにママの方に来ないでいいよ、イチャの方に行ってよ。君は落ち着いているし。
ってる方にお渡ししてる資料になるんです。はい、お迎えの資料にお知らせければ。ありがとうございます。お兄さんがいい、お兄さんがいいの。忘れてる。かわいい。はい、で、じゃあこの子たちキャラメルっていうカラーになるんですけども、このグリボーカラーっていうのは子供の頃にしかなくて、大人になると消えてちゃうんですよ。茶色くなるんですか。もちろん、あの暗めの色の感じに近づいていきます、ね。もうグリボーと言われるもの、はい、小さいイノシシさんです。へえ。なんだかもったいないですね。せっかく可愛いのに。へえ。へえ。やっぱ豚さんっていうとピンクって感じですけどね。あとは本当に真っ黒な子とか、まあ、ジンジャーカラー、キャラメルカラーとか、あと牛柄さんとか、へえ、ブチが入った子とかも、牛柄、まあ、あまり入ったのに原宿にはいないんですけど、本当に牛さんみたいな感じで体が黒いんですけど足が白くてここも白いものが入ってる。へえ、かわいい。かわいいね。あんまりこうガブって噛んだりとかはないですか。カフェに来て日が浅いことか慣れてないのはちょっと噛んじゃったりはしますね。まだトレーニングされてないので、カフェに来て日が当たってる子ですと、あのスタッフがもう噛み癖のトレーニングとかもしてるので、はい、手ごと噛んだりっていうのは少なくなってきます。結構あれな感じですか、犬みたいな感じで痛いっていうか。ちゃんは牙が鋭いわけじゃないんですけど、どちらかというと人みたいなすり切れたりとか奥歯とかの時なんです。ただ男の子とか犬歯が見るのが早いので、ちょっとそこが噛まれると痛かったりするんですけど、あ、男の子の方が強いとか、噛む力は大体同じなんですけど、男の子女の子で犬歯の伸びるスピードっていうのが違うので、あ、そうなんですね。噛むのがちょっと早いんですよ。へえ。やっぱ抜けたりするんですか、最初。歯は抜け、あの生え変わったりします。うん、そうなんだ。でも関門器は年に2回あるので、はい、でブラッシングとかも。そうですね、基本はあまりしないですね。まあ、でもただあのブラッシングがあったらコミュニケーション取るので、結構この辺書いてあげたりとか、こんなと書いてもらうのが好きなので。なんか猫ちゃんがいるんですよ。猫ちゃんとこう一緒に暮らしてる方とかいます。結構あの他にもすでに先住ペットでワンちゃん猫ちゃんがいたりとかって方もいらっしゃったりします。じゃあ大丈夫だろうか。なんかお家の子のこういう性格なんですけど、どういう子がいいですかねみたいな感じでご相談させていただいて、でまあちょっとしたらおとなしめの子がいいですかね、あんまり残しているかもしれないですねみたいな感じでお話をするとか、ちょっとこういった子にもですかみたいな感じで、ちょっとあ猫ちゃんとか連れてきたりとかだから貿易の関係はちょっとできないんですけど、ちょっとそういった感じでお勧めさせていただきまして、お迎えされた後も直接意見合わせるんではなくて、ケージでまず合わせてみて、大丈夫そうなら、まあ、ちょっとあのお部屋に出す時間ずらしてあげて、お互いに見させてあげてから、お互いの芸がついたペットとか寝れ替えたりとか、ね、他に誰かがいるっていう環境になりますと、あげてから実際に変化しなさそうであれば。なるほど、まあ、最初から一緒にはねやっぱ無理ですもんね。ああ、そうなんだ。結構大きいんだなと思って、さっきあの歩いてる子結構ね。ああ、結構振り幅ある。はい。マイクロ豚が40キロまでなので、はい、あのミニ豚が40キロから100キロ、その豚さんが100キロから300キロと、はい、マイクロも結構小柄な子を親にしてたりとかっていうのではあるので、
ので、大体10キロから20キロ前後で差が出てくるので、一応、カフェに一番大きい子では25キロあるんですけども、あれで25キロぐらい。あのピンクの子が25キロなんですけども、はい、あの子は多分、マイクロカフェの大人の子では一番大きい子です。ああ、そうなんですね。ただそこまで大きくならないって言われるとみんながみんなそういうわけではないので20キロ前後って動くんですね。なんかあと病院とかが心配で、なんか見てもらえるところがそんなにあるのかなと思って、やっぱりエキゾチックアニマルを見てくれるところでもどうしてもちょっとまだ三田さん見てないそうですよね。あったりするんですけど、結構南子見てるところも三田さんなら大丈夫ですよっていうところもあったりするので、はい、一番早いのはお近くの動物病院にお届けしていただくのが、あとマイキックのアフタードコーチとしてアプリがあるんですよ、はい、こちらでも体調管理ですとかご飯の地域相談とかご飯料の相談とかもできまして、はい、ここにフードの注文とかもできるんですね。へえ。このコラムの中で病院を見れるのがありまして、はい、豚さん見てくれる病院を見つけるんですけども、これはあのマイティック自体が病院さんにアポイントメント取って豚、はい、さん見れますかっていうのでご紹介させていただいているところもあります。へー、すごい。あとは近々目黒店の近くに、はい、マイティックのペットホテルをオープンするオープンしたんですね、はい、そこにジュリーさんもあるのでそこでは見てくれることもできると思います。へー、あ、じゃあ病気になったら目黒店に連れて行って見てもらったりもできる。目黒の近くですか。あ、近くにちょっと歩くんですけど、はい、そこで豚さんを預けてくれるペットホテルってのがまずないので、そこにペットシッターさんに来ていただくか、まあ、お知り合いのところに預けてください。そうですよね。くれくれって何かくれって結構指が硬いんだね。知ってるんだよね、ご飯くれる人をね。結構病気とかしますか？そんなに。気にあるとしても、やっぱり消化系の、例えばお腹が鳴らしたりとか、あとはちょっと詰まらせちゃったりとか、そういった消化系とか、あとは気にあるですね。冬場とか寒かったりとか、はい、感染が細菌が増えたりとかでそういうのが多いんですけども、そうなんだ。独特の病気でこれがあるっていうのはそこまでないです。あ、そうなんですね。基本的に、まあ、近畿共通感染症であったりとか、あとは、まあ、各国保健衛生所で決められているこのワクチン接種してくださいねっていうのはどうしてもあるんですけども、そこまでなんかこの病気にかかりやすいとかはそこまでない印象ですね。食べてる。食べないで。あ、はい、これが必ず接種になりまして、うん、でこれどういう病気かといいますと、まあ、大体豚さんにかかると発熱であったりとかそういった症状に出るんですけど、はい、基本的に感知がしないので、そうなんだ。かかっちゃうともうその施設にいる子みんなうつっちゃうので、ね、猫風邪みたいな感じですかね。もうそこにいる子に殺処分みたいな感じになっちゃう。鳥インフルエンザみたいな感じですね。と、はいはい、いうのがあるので、ワクチンは必ず打っていただきます。ただこちらも地域によってはまだ豚熱が出てないところとか、はい、まだ打たなくても大丈夫。ただそのせいで結構移動制限もあったりするんですよ、はい。ワクチン接種券から非接種券の移動ができなくなっています。非接種券から接種券に移行ができるんですけど、必ずワクチン打ってくださいねっていうのも。はい、行っちゃったらもう人から戻ることができないので、例えばお引越しに行かれるとかだったら、まあ、改めてワクチン打ってくださいね、はいはいはい、毎年基本的に最初の年で1歳になるまでは半年に1回ですので年に2回なんですけども、はい、それ以降は年に1回なので、僕は大体豚さんに打つのは、その子に対して4回までなので。あ、そうなんですね。最初の1歳から2歳でもう1回、2歳から3歳でもう1回っていう感じで、なんか
婚研究所っていうところを、まあ、地域によって結構他にも、まあ、4回以降持ってくれたりとか、はい、誰かにするので、そこはあのお近くのところに交換していただいてて、あれですよね、買うときにもう区役所とかに届け出はしないといけないっていうことですよね。あの買われるまでの準備としまして、あの、まあ、猫ちゃんとかワンちゃんが買われるときに、私はどうなるのかっていうのがあるので、はい、まずあのお家の管理会社さんの方に立っても大丈夫ですかっていうのを言っていただいて、八甲平成所の方にあの物販管理ですけど、どういったことをするかとか、ね、手続きとか。お問い合わせいただきまして、そこから次にあのお迎え相談という形で行っていただくのがいいですね。家畜扱いなんですね。まだ家畜扱い。そうですよね。ガチャン猫ちゃんほどなんか慣れ親しんだ感じでもないので。ペットとは違うんだね。家畜になっちゃうのね。扱い的にはそうですね。あとはあの、襲われてるみたいだね。推奨のワクチンは2種類ございまして、こちら日本の変動、豚単独っていう人畜共同感染症、人の心がそれまで病気なんですけども、はい、まあ、基本的に打っていただいた方が豚さんの安心かなと。お互いにそうですよね。猫ちゃん飼われてるってことは、フィギュアの注射とかも、はい、やられると思うんですけども、はい、結構日本農園が顔媒介にするので、はい、同じようなタイミングで夏前と秋口ぐらいに一緒に打てばいい、打っていただけると多分あの安全です。なるほど。最近秋口も暖かくて体まだ痛いんですよ。それなので、まあ、2回ぐらい打っていただくのがいいかなって感じですね。そっかそっか。結構ワクチン代が結構かかるんですね。病院によっては結構そういった日本農園とかってまとめて仕入れたりするんですけど、はい、ただ打つのはその子に対して打つ日なので、複数見てる病院じゃないとあのどうしても無駄になっちゃうと高くついちゃうんですよ。なのでアプリの方に結構あのコミュニティとか、はいはいはい、参加ってる方のコミュニティとか、あと病院とかで見ていただいて、結構オーナー様が行くところを無駄にしたところ行ったりするので、あそこでちょっと参考にして私たちここ行けますみたいな参考にしてたけど、そこに行けば多分安全やすかったりとか。なるほどね。そういうのがあると安心ですよね。でもコミュニティがあるんで、探しがお深いみたいにしたりとか、そんな感じで繋がったりとか、心配相談し合ったりとか。なるほど、ね、できますし。うずらです。怖くはない。可愛い。うん。この子たちこの方と比べてしゃくれてるんですよ。なぜさっき歯が出てる。そうね、しゃくれてるんですよ。豚さんもそれぞれ人の月に違ったりとかするので、かわいい。もうこの尻尾がかわいくて、感じ表現的にはワンちゃんと同じような感じです。じゃあご機嫌ってことなんですね。ご飯もらえんじゃねえかって言うので、かわいいね、これがね。あ、止まりそう。かわいい。肩乗りになっちゃった。鼻がかわいい。あー、倒れた。倒された、倒された。皮膚厚めなので、自分が立てないところに冷たさでカリカリ書いてあるので、こういう風にコロンってしてる。うっとりしてる。かわいい。白目になっちゃった。みちゃんもやってみ。えいやい。気持ちいいの。気持ちいいの、よかったね。我に返った。
白い。なんかこの間ハマレプで見て、横浜レプタイルズショーにいらっしゃってたじゃないですか。そうですね。それでもうめっちゃ可愛くて。この子たちも夏っぽい性格ではあるんで。なかなか選択肢にないですもんね。そうですね。結構エキゾチックアニマルもともと飼ってる人からしたら結構、まあ、それこそちょこちょこ絶対ルーションって世代にするんで、はい、見られてるかなと思って。そうですね、ちょっとニコちゃん可愛いけどちょっとね、あまりイメージがないのかなって。 うちあのモルモットがいっぱいいて。ね、なんかいろいろね見るけど、豚さんなかなかないですね。うん、かわいい、かわいいね。かわいい。トイレとかすぐに覚えるんですか？へー、ケージも結構大きくないとダメですか？研修のこと考えると、まあ、大きめでもいいんですけど、リジェルとかのトイレとかも、あの調節できるタイプのものとかもあったりするので、そういったものを買われる方とかも、ただやっぱりリジェルさんの大手のところなので、はい、高いところも、うん、そうですよね。でも一番しっかりしてますもんね、リジェルがね。このね、仕方なく来る感じね。お仕事なんですけど、延長することも可能ですが、大丈夫？延長する？平気？もういい。大丈夫。大丈夫です。すみません。ありがとうございます。